両手をクロスして光り輝くガントレットクラッシュ、最高。皆さんこんにちは、ジェイズホビーベースへようこそ。今回はね、久しぶりの DC エクステンデッドユニバースから愛を信じ黄金に輝くスーパーヒロインをご紹介します。 SH フィギュアーツ魂ウェブ商店限定、ワンダーウーマンゴールドアーマーです。イエーイ。こちらの商品は魂ウェブ商店限定で5月25日に発送されました。映画ワンダーウーマン1984にて、アマゾン最高の戦士アステリアの残した古代アマゾン戦士に伝わる究極の鎧、ゴールドアーマー。真の戦士だけが着ることを許された黄金に輝く鎧を身にまとったワンダーウーマンことダイアナの姿をフィギュア化したものです。その翼を広げた大きさと輝きがどんなものか、早速パッケージから見ていこう。箱は大きめ、ポスターデザインと同じ80年代を思わせるサイケデリックなデザインが素晴らしいね。左側にはワンダーウーマンのロゴや金の箔押しで名前がデザインされてます。 DC やワーナーのロゴもバッチリ入ってます。右側にはイラストでゴールドアーマーを着込んだダイアナ、美しい。横、これはフィギュアの写真だね。後ろ、必殺ガントレットクラッシュのポーズや大きな翼で羽ばたく姿も再現できます。付属はもちろん真実の投げ縄。今回はガルガドットの素顔ヘッドにヘルメットをかぶったヘッドもついてます。反対、翼を外して凛と立ち尽くすダイアナ、下と上では開けていこう。ダーシャー、おー、めちゃくちゃ綺麗なんだけど、本当に金ピカだね。いやー、アーマーの出来は素晴らしいね。交換用のヘルメットオンパーツに替えのハンドパーツ、真実の縄や髪の毛がついていて、これは翼の根元の部分かな。二段式に今回はなってます。おー、でっかい翼と台座がついてますね。でもって取説、かなり横幅がありそうだよね。じゃあブリスターから取り出してじっくり見ていこう。まずは造形を見ていこう。全体はこんな感じ。お顔はどうでしょうか。僕はフィギュアーツワンダーウーマン1984のノーマル版を持っていないので、隣にはワンダーウーマン無印版を置いてみると、もうだいぶね、今回の方が顔の作りは良くなりましたね。ただ顔の輪郭がちょっとふっくらしすぎて幼い感じがするかな。横顔の高い鼻、耳、そして髪の毛のモールドなんかも細かくて素晴らしいです。髪の下の部分は今回も別パーツになっていて、さらに右前髪はここも別パーツになりました。なんでね、頭部の可動の妨げにならないように工夫がされていると、素晴らしい。体全体はゴールドの塗装が入っていて光沢感があって素晴らしいね。アーマーのモールドもくっきりと入っていていいです。胸の中央のこの鷹の部分は別パーツになっていて、後ろから見ると少し飛び出しています。なので指とかね、何か引っ掛けて破損しないように気をつけたいですね。肩のアーマーが重なっている造形も素晴らしいね。このパーツは別パーツになっていて、二重ヒンジで稼働するようになっています。腕のモールドも劇中通りの細かい造形で素晴らしい。前腕のガントレットの塗り分けも素晴らしいですね。シルバーの塗装、そして内側にはベルトの造形塗装があります。手首はゴールドの布を巻いたようなデザインと、背中もピッカピカで最高だね。特にアーマーからはみ出た部分がちゃんと作られているのが素晴らしい。右の腰には真実の投げ縄ことヘスティアの縄がついています。これも造形塗装ともに素晴らしいです。付け根の革の造形もいいですね。
下半身もももやすねの隙間のモールドなんかも細かく作り込まれていて、いやー本当にすごいね。足首から下のデザインも劇中通り、つま先からかかとまで金ピカです。足の裏はツルツル。次に可動を見ていこう。頭部はさっき言ったように胸のこの羽の部分に髪の毛が干渉しないように動かせば、まあこんな感じかな。本当にちょっと気を使いますね。傾きもちょっとだけならあるかな。上下は下、右前髪が別パーツなんで結構下向いてくれます。上はどうかな。上はほとんど向かないね。体は中央のアーマーパーツが干渉してちょっと動かしづらいかな。横はこんな感じで、傾きは胸の下から結構よく動いてくれます。前後は前、後ろ、結構のけぞってくれるね。肩を真横に上げるとここまで。アーマーパーツが干渉しないように回せば腕は360度回すことができます。肩は若干前後に引き出すことができます。上腕でロールがないのが辛いね。肘を曲げるとここまで。その代わり肘でロール可動ができて、手首の内側の可動も申し分ないです。続いて下半身、上下の引き出しは特になくて、足を真横に上げるとここまで。開脚はここまで、結構いくね。付け根のボールジョイントで左右の回転ができます。足を前に出すとまっすぐだとここまで、横に逃がせばここまで上がります。足を後ろにやるとここまで。お尻のこのパーツはスパイダーマンみたいに動かないので、もうこれ残念だな。膝を曲げると結構いきますね。足首は上下よく動きます。つま先も動くね。足首は上のジョイントで左右の回転、下のジョイントで内側外側に曲がります。今度は付属品を見ていこう。まずは交換用ヘッドパーツ、ヘルメット、オンガオ、鷹の衣装をかたどったゴールドアーマーのこのヘルメット、造形めちゃくちゃいいね。後ろはこんな感じで、ただただゴールドに塗りつぶしたわけではなく、モールドに沿ってシルバーの色が若干残ってるのわかるかな。こういうところも塗装素晴らしいです。ダイアナの顔もアイラインだったり口紅の色がノーマルバージョンよりだいぶ濃くなっていて、劇中通りだったらね、こっちも濃くなっててよかったんだけどね。まあとにかくこの顔いいです。また細かいところなんだけど、この頬の金の部分が、これディテールが劇中通り細かく網目状に作られてるんだよね。こういうこだわり大好きです。交換してみました。まばゆいゴールドアーマーを全身身にまとったこのダイアナ、めちゃくちゃかっこいいね。いやー、もう一部の隙もないって感じ。ヘルメットについている髪の毛はウイング装着時用の髪で、上下の可動がついています。髪のパーツはもう一つ、肩全体に毛が流れた状態のパーツもついています。これも頭につけて、まあ、立たせると変な生き物みたい。続いて、相手を殺傷することがないダイアナの唯一の武器、真実の投げ縄ことヘスティアの縄、これは投げようとしている形のものですね。軟質素材で、造形もそして金ピカの塗装も素晴らしいです。ハンドパーツも変えて持たせてみました。どうよこれ、めちゃくちゃかっこいいね。縄の形状もね、輪になってて勢いがあっていいんじゃないでしょうか。ちなみに付属品には縄を持つ時用の腰の革のパーツもついています。
こんな遊びもできるね。DC マーベル夢の共演。嘘つきロキは真実の投げ縄でも嘘を突き通せるかな？さあ、今回の目玉、ゴールドアーマーの大きな翼を見ていこう。こちらは中央部分、接続パーツがついています。羽の中間パーツのピンをこの穴に差し込んで、反対側も同様に差し込むと。まだ大きくなるよ。外側もう一枚も同じようにピンを穴に差し込んで、反対側も取り付ければ、でっかい羽の完成でーす。どうですか？これめちゃくちゃ綺麗でしょ。羽の一枚一枚の造形素晴らしいですね。いやー、そして重い。これはね、専用の台座がないとダメだろうね。さあ、じゃあね、もうこれ早速ダイアナ本体につけていこう。取り付ける際は一度頭と髪を外して、背中の穴に羽の中央のピンを差し込みます。よっ。じゃーん、できたー。ゴールドアーマーウィング展開バージョン。すごいでかくて重い。いやー、めちゃくちゃかっこいいし、神々しいね。倒れないかちょっと心配だけど、ゆっくり回してみるね。どうですか？あっ、お、倒れる。もうほぼ倒れてる。はい、こんな感じで後ろはこう、よいしょ。はーい、すごいねこれ。おっ、危ない。このウィングは各種可動があって、まず付け根でこちら開いたり閉じたりすることができます。そして2枚目以降もここの軸を起点に閉じたり開いたりすることができますね。稼働させるときに気をつけなきゃいけないのは、ここの軸をしっかり上げてから動かさないと、ここの角が破損しちゃいます。その関係で外側の翼はこれ、このまま稼働させない方がいいですね。どうやっても干渉しちゃうので、動かすときは一回抜いてから内側、外側に向けて差し込み直す方がいいと思います。また中央の羽を抜くことで、このような大きさに変えることもできますし、背中の可動はさらに内側に展開することもできるので、パッケージ裏にある空に羽ばたくこのシーンも再現できると。これもかっこいいね。あと背中の軸は上に上げる可動がついているので、こんな風に翼を水平にするポーズも取れます。羽を畳んで両手をクロスさせて必殺のガントレットクラッシュや、羽を内側に畳んで戦士アステリアが使った全ての攻撃を弾き返す最強の防御の姿勢も取らせることができると。こんな風に今回のウィングはいろんな表情をつけて楽しむことができるんです。もうね、最高これ。付属品はこんな感じ。最後はポージング。いかがでしたでしょうか。今回ご紹介しましたこちら、 SH フィギュアーツ魂ウェブ商店限定ワンダーウーマンゴールドアーマー。いや、このアーマーの造形とゴールドに輝く塗装は素晴らしかったね。しかもこの大きさ。翼を広げて飾ったら部屋の中で映えること間違いなしです。
でも稼働は従来通りのフィギュアーツ女性用稼働といったところで、まあ、上腕のロールだったりね、股関節の引き出し稼働はつけてほしかったな。あとは翼の取り扱いが結構大変で、もうレビュー中もね倒したり、もうね実は落っことしちゃったりもして本当に苦労しました。それと翼の関節が全て軸可動なんで、まあ遊んでるとそのうちにへたってきそうな気はします。遊びやすさという点ではって感じかな、まあ、ガシガシ遊ぶというよりは大切に飾っておくフィギュアです。あ、この背景紙欲しかった。今回はここまで。いつも動画を見てくれてありがとう。この動画が楽しかった、ためになったと思われた方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それからコメント何でもお待ちしております。励みになります。ジェイズホビーベースの公式ツイッターもぜひご利用ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。縄の形状もね、勢いがあった形になっていて本当にあHa ha ha.